おはようございます。釣りに行こうと思ったのに寝坊した。足すっぴんだし無理だし ポコタン来るから準備しないと。昨日釣ったアラカブを今日はポコタが食べに来るので料理して準備しようと思います。アラカブだけじゃちょっとおかずが足りないので、後で行きつけのお魚屋さんにお魚買いに行こう。もう先に買い物に行こうかな。今向かってるのはですね、私がしょっちゅうお買い物に行くお魚屋さんなんです。食べ盛りのポコタには多分カサゴだけじゃ絶対足りないと思うから、あと一品何か作りたいなって思ってるんですけど、とりあえずお店に並んでるお魚見て何にするか決めようかな。見てください、今日21度もあるんですよ。すっごい暖かい。ってことでちょっと公園散歩しようかな。もうすっかり春ですね。公園に着いたのでちょっとお散歩します。出た噴水。あ、私が近づいたら噴水消えた。出てこい。あ、来た。おー、前々からずっと思ってたんですけど、このオブジェ何なんだろうね。ちょっと芸術は私にはわからない。でもツヤツヤして綺麗だね。ユーユーパンダみたいな名前だけど。あ、この方が作ったってことか。あ、なるほど、これは早見さんって方が作ったんですね。これ意外と大きいんですよ。ほら、これが一番低い。これが一番低いんだよ。これ一番大きいやつ。到着しました。こんにちは。ちょっとお魚見せてください。すごいいっぱいキビナゴ。これ、あ、これカレイですか。黒ガレイです。黒ガレイ。あ、これカサゴだ。カサゴはいる。これアジ、これアジですよね。すごい大きい。美味しそう。エビ、この魚何ですか。これね、ノドグロです。お、ノドグロ。あ、珍しい高級魚だ。あ、これいいかも。あ、じゃあこのノドグロ一匹ください。はい、ありがとうございます。ノドグロ綺麗。ちなみに今おすすめの食べ方としては、あ、煮つけ、はい、じゃあ煮つけにしよう。じゃ
鱗と、はい、まだ育てるよろしいですか。あ、いいんですか、お願いします、ありがとうございます。やったータチウオ、タチウオだ、すっごい大きい。そしてイセエビ、やばいね。あ、ゾリエビ、ゾリエビでかでかい。こんなのいるんだ、やべえ。クエだ、クエいた。いいな、釣りたいな。マダイ、マダイか。うわー、これあれじゃない、大将が釣ったぐらいのマダイの頭じゃない。これカツオかな。お魚屋さんって楽しいね。これゴマアラっていうらしいです。泳いでる。アラにもいっぱいいるんですね。わあ。これ何ですか？これね、アワビです。あ、これアワビ。はい。え、これ2個ぐらい？絶対ポコタ喜ぶよ。あ、じゃあすいません、じゃあこれも2個ください。はい、ありがとうございます。おお。いっぱいいるね。すごい安かったよ。いや、他のキビナゴとか、あの桜エビとかも安いですよ、ここ実は。いや、いい買い物した。あ、なんかのんびりしてるところ、にゃん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 、ごろんしてるの。こんにちは。大きいね。触らせてくれるかな。にゃんにゃん。大丈夫？大丈夫かな。にゃん。にゃんにゃん。触っていい？触っていい？おにゃ、バイバイ。なんで片足ずつだけ乗せたんだろう。触らせてくれた。なんて貴重な子なんだろう。ああ、よし、帰ったら美味しいご飯が作れそうな気がする。わーい。ただいま。ひとまずポコタたちが来るまでにまだ結構時間があるので、私のお昼ご飯を作って食べたいと思います。で、今日はね、お昼ご飯の後のデザート、いいもの買ってきたんですよ。今日のメニューは豚キムチチャーハンを作りたいと思います。もずくスープも作ります。豚キムチチャーハンにはもずくスープっていうのがなんか私の中で決まってるんですよね。自分一人のご飯ってなると結構適当じゃないけど、まあ、簡単で済ませちゃおうって思いますよね。
個多いけどいっか。卵好きだし。完成しました。豚キムチチャーハンともずくスープです。いただきます。野菜生活のマンゴーサラダ、これ超好き。必ず冷蔵庫に入ってる、うん、うまい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。いただきます。あ、なくなった。さあ、昨日釣ったアラカブがでっかいボウルに入ってます。すごー、わー、パカーってなってるね。取り終わりました。エラと内臓を取っていきます。今やった方法が、まあ、通常の一般的なやり方なんですけど、結構大変ですよね。そんな時にじゃん、割り箸、まず口に入れてエラの一番外側って言ったらいいのかな、外側から出して、ここの薄い膜があるので、薄い膜にグリグリっと入れます。で、片っぽでしょ。で、もう一本も同じように刺す。割り箸を2本ともまとめて持って、ぐるぐるっと、で、何回か回して引き抜くと、よし、はい、取れました。これならすごく早くできますよね。はい、きれいに洗えました。結構いいサイズなので、火が通りにくいから、背中を開いて火が通りやすくします。霜降りをします。おいと、うわ、あ、いい匂いがする。あとはお味噌汁に入れるだけです。ポコタが食べるときに怪我しちゃいけないので、ヒレを全部切ることにしました。痛いもんね。さっき買ってきたのどぐろです。のどぐろはですね、ちょっとお口見せてね。口の中が黒いのでのどぐろって言います。こののどぐろは煮付けにするので、霜降りをしていきます。おお。してる。見てください、すごい油が浮いてます。うわ、これ絶対美味しいやつだよ。まず砂糖溶かします。のどぐろ豆乳、生姜、醤油、落とし蓋をします。お味噌汁作っていきます。いい出汁が出ますように。あちあち、おいしそう。あ、なんかのどぐろにみーちゃんの
M が吹き出てきてる。アクが出てきたのですくっていきます。煮付けの彩りにほうれん草、きれいな緑色です。続きましてアワビのバターソテーを作ります。あっちひぴーん。で、湯がいたらすっごい簡単に外れました。あ、めっちゃいい匂いだ。わあ。もう一回。うわ、すっごいいい匂い。美味しそう。最後唐揚げ仕上げていきます。かわいそうよ、何してんの口の中はい、おいしい、はい、あります口の中。うわ、やばっ。ういお待たせ。ありがとうございます。あ、いえ、とてもないです。お口におかみが。おかみが。作ってくれた。はい。お店の。兄ちゃんにも手伝ってもらってね。いや、本当に。美味しそう。魚、魚、魚。何にこれ。何これ。貝。アワビ。え、マジで。そうだよ。アワビって、あの有名な。そう、有名な。高級。そうそうそう。貝ですか。そうですよ。本当に。はい。高級なものが食べたいということだったので。ありがとうございます。はい、まあ、というのも今回私が頑張ったのはポコタのママから連絡が来た。え、そうなの。そうでね、テストえよかったんでしょ。わあわあ、そんな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 検索、そんなそんな、どうだったの。いや、学年1位です。おー、すごいじゃん。おめでとう。頑張りました。まあ、取るよね。うわ、プレッシャーで、こういう、もうやだ。分かってた、分かってた。さすがだ。まあ、というのがあったから、いっぱい釣ってきたよ。本当ですか。うん、本当ですよ。もう魚食べてもっと頭良くなるよ。そうだね。そうだね。高級なものが揃ってるから。うわ、嬉しい。ありがとう。ってことで、はい、乾杯しましょうか。しますか。はい。はい、ポコタさんの学年1位に。あざっす。あざっす。いいなぁ、とってみたかったなぁ。いやぁ。はい、じゃあ、はい、おめでとう、乾杯。とりあえず、唐揚げ取り分けようか。もっと大きいお皿、なかった。いやまあ一人暮らしだからなこと言うなって。見ても、魚の組体操だよ。絶妙。なんかこれ限界サイズ。いやってしてるとこみんなが。めっちゃなんか指入れたからごめんなさい。もうこの煮付けに使ってる皿がもう最大限、一番でかい。そうそうそう、ちっちゃくない。一人暮らしだからね、しゃあないないよね、そんな。手を合わせてください。美味しいご飯いただきます。いただきます。いただきます。マジで口から食べてんじゃん、うん、痛くないよ。ない、頭ない。痛そうだけどね。ね、痛いよね、絶対。食べてみる。うん、うん、え、骨あるし、やめとくわ。胸びれ美味しいよ。なんか今日胸びれから食べる子。なんか食べ方変だよ。なんかやだ。ね、口から食べる方も変だよね。いや、なんで2対1なんだろう。え、てかさ、うん、テスト終わったし、うん、なんか春休みだし、うん、え、釣り行かない。行く？行こう。連れてって。めっちゃ嬉しそうじゃん。え、ちょっと何？ちょっとね、いや、あのね、このカサゴを釣ってる時に思ったの、うん、
小松すっごい楽しかったんだって。あ、そうなの。そうだから、うん、みえちゃんとポコタこれ連れて行きたいなって思ったんだってマジで。ただちょっと今回行った場所は、うん、あの足場が悪かったから足場のいいところで釣れる場所探すから、うん、一緒行く。いつ？え、もう計画立ってる。あ、そうだね、そうだね。うん、立って立って立ってっとって立っていっと。やばいね、完結終わってんじゃん。うん、え、なんかさ、せっかくするんならさ、うん、なんか普通にしても面白くないじゃん。うん、え、なんか勝負しない？いいよ。釣り師に勝負祈るのもやばいけど。そうだね、うん。釣り経験は？3歳の時に一度遠い記憶ですね。いけそう。あ、まあ余裕っしょ。ああ、意気込みだけは十分と。うん、大丈夫、勝てる。3歳の頃に一度だけに、一度だけ私は負けるのかい？はい。ありがとう。よもぎだと。やば、めっちゃうまいんだけど。ね、のどぐろは美味しいよ。いや、初めて食べた。ふわふわしてる。めっちゃ美味しい。うん、いや、めっちゃうまい。どうした？どうした？なんかね、うん、貝より柔らかいけど弾力があって、うんうん、初めて食べるなんか食感みたいな。めっちゃ美味しい。とりあえず、とりあえずよかった。やわらかね。味付けどう？いや、めっちゃ美味しい。あ、よかった。じゃあ私も食べる。ずっと噛んでた。ね。ね、これ一回ボイルしたんだね。そうそう。努力の甲斐があったね。甲斐。甲斐だけに気づいた。気づけた。本当？うん。よかった。満足満足。うち野菜生活って一番健康的じゃない？子供みたい。ね。ね。すごいね。ミネラルウォーターか野菜生活か。うん、えら。まろ。あ、もういい。このまま寝るか。寝るか。そうだね。もうそうだね。うん。